カーター・ブラックストンと考えられる肖像画、カーター・ブラックストンはアメリカ合衆国バージニアの代表としてアメリカ独立宣言に署名した政治家である。ブラックストンはバージニアのキングクイーン郡にあるニューイントンプランテーションで生まれ、ウィリアムメアリー大学で学んだ。19歳の時にジュリス・ロビンソンという富裕な遺産相続人と結婚したが、 二年後に二人の娘を残してジュディスが死にその後二年間はイングランドに旅した。ブラックストンは1760年に植民地に戻り、エリザベスコービンと再婚した。エリザベスとの間には16人の子供が生まれた。その後バージニア植民地議会のキング・ウィリアム軍、選出議員となった。1774年には、バージニアの愛国者が作る安全委員会に参加し、 バージニア会議では、軍の代表となった。ペートン・ランドルフが1775年に死ぬと、その代わりに、大陸会議代表に指名された。大陸会議には1776年2月から8月まで、務め、この期間に発せられたアメリカ独立宣言に署名した。バージニアが、 大議員の数を5名に絞ったので代表を外れた。その後は植民地議会に戻り国の執行委員会に勤めた。ブラックストンはアメリカ独立戦争にその資産をかなりの額で投資した。独立推進派に金を貸し付け造船や私略船の資金を作った。イギリスはブラックストンの投資した船を破壊したし、 彼のプランテーションのいくつかも戦争中に破壊された。1786年には不動産を売却せざるを得ず、リッチモンドの小さな住居に移った。ブラックストンは1797年10月10日にチェリーコークプランテーションで死に隣接する家族墓地に埋葬された。チェリーコークとエルシンググリーンはブラックストンが住んだプランテーションである。チェリーコークは今でも ブラックストン家の所有であり、エルシング・グリーンは、国定歴史的建造物に指定され、観光に供されている。ブラックストンの総尊エリオット・ m ブラックストンは、第42回期のアメリカ合衆国議会に、選出された。もう一人の総尊ジョン・ W ・スティーブンソンは、ケンタッキー州知事であり、ケンタッキー州選出の、アメリカ合衆国上院議員を務めた。 1836年に作られたウエストバージニア州ブラクストン軍は彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。